魔人族の姿となり、己の感情を失いつつあるメリオダス。そんなメリオダスを守るため、七つの大罪たちは力を合わせてチャンドラーに立ち向かう。一時は倒したかのように思われたが、本性をあらわにしたチャンドラーを前に絶体絶命の危機が訪れる。喜べ、お主らは今確実な死を手に入れた。なんておぞましい姿なの。やべえよ、みんな閉じらせるぜ。インクリーズ。ここはオイラが時間を稼ぐ。バン、君や団長たちを連れて逃げろ。バカ野郎、てめえ一人を置いていけるか。足手まといの君に何ができる。エルザベス様、ディアンヌ。嫌だよ、僕も一緒に戦う。ディアンヌ、ごめんね。オイラはダメな王様だけど、せめて最後くらいは君とみんなを守りたいんだ。やだやだ、いやー、お願いだ、行ってくん。何でもかんでも背負い込みすぎっす。王様だって時に誰かを頼ったっていいんすよ。グロキシニア様、ドロール様、二人とも来てくれたんだ。七つの大罪よ、ブリタニアの明日はナンジアに託そう。そしてどうかメリオダスとエリザベス、我らの古き友人を守ってくれ。さあ相棒、行くっすよ。我ら古き王、喜んで未来の礎とならん。俺は未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語、3000年の封印により目覚めし魔人族の精鋭10回、その支配はブリタニア全土に及び暗黒の時代が訪れた。ヨネス王国は死闘の末実戒を撃退、ブリタニア解放への反撃が始まろうとしていた。その先陣に立つのは王国が誇る伝説の騎士だ。その名も七つの大罪。おしゃぶりの鬼チャンドラーすか。どれほどの強さかドッキドキもんすね。実戒、ドロール、グロキシニアか。答えろ、なぜ七つの大罪を助けたのじゃ。あんたに答える義理はないっす。それにしても厄介な大物に絡まれましたね。合議、公衆オルドーラ。
こいしゃくな。ここは我らに任せるがいい。今のうちに逃げるっすよ。オイラも共に戦います。あの化け物はあまりに強い。なら僕も。ダメって言っても戦うんだから。ディアンヌ、バン、みんなを頼んでもいいから。ああ、わかった。トロール、黒騎士に。何も言わなくていいっす。これはあなたたちを裏切った償い。はっ。大喧嘩祭りの時は他人の空にと気にも留めませんでした。でもその懐かしい魔力でようやく気づいた。君はあのエリザベスなんすよね。メリオダスをよろしく頼むっすよ。さあ行け。おかえ、ゴー。耐久限度が近い。あっと、その前に。え、外れない。クロキシニア様、これは何のつもりです。羽が生え始めたばかりの妖精と小人の巨人にはご退場願うっす。オイラたちだってまだ戦います。この程度も抜け出せないほど魔力を消耗しているくせに。それは。さ、おしゃべりはおしまいっす。待ってください。ようやく肩の荷が降りたっすね。実戒、いや巨人王に要請を。これは重大な裏切りとみなす。我らもはや実戒にも王にもあらず、ただの妖精と巨人っす。これでも君を買ってるんすよ。生え始めで私と同等に霊槍の力を引き出せるんす。羽が完全な進化を遂げた時、おそらく君は歴代最強の妖精王になれる。だから巨人族を率いねばならぬ存在だ。ここで死なせるわけにはいかん。巨人族は死をも恐れぬ勇敢なる戦士だ。それは言い換えれば、戦うことしか知らず退く勇気を持てぬ臆病な種族。つまりその数を著しく減らした原因と責任は王の私にある。巨人族の繁栄と未来にはきっとお前のようなものが必要なのだ。ならばこそ私は新しい王、いや
女王の盾となろう。エリオダス、あなたは我らが奈落へと落ちたあの日から3000年の長き間、己の意志を貫き続けてきたのですね。たった一人の愛する女性のためとはいえ、到底誰にも真似できないことっすよ。君らにもう一度会えてよかった。どうか、どうか君の苦しみがいつか報われますように。マーリン、しっかり。マーリン、ねえねえ、目が覚めたのね。私は一体、気を失っていたんです。そうだ、確かアブソリュートキャンセルの呪言の玉を取りに向かう途中、店を襲った衝撃に抗うこともできず壁に叩きつけられて、あの魔人は、グロキシニアとドロールが。そうか、奴は想像以上の化け物だな。それだけじゃねえ、ゴゼルもとんでもねえことに。アブソリュートオーダーに強引に逆らうとは無茶な真似を。人間なら即死は免れんぞ。ディアンヌも散々な目にあったな。今なら俺でも倒せるな。うわっ、危なみ。それを言うならマーリンだって、君の正体がこんな可愛い女の子とは夢にも思わなかった。まったく、ざまあない。とにかくまずこの封じられた魔力を元に戻さんとな。もう戻っちゃうんですか。エスカノール、どうした。おい、まだお体の具合が。健やかなれ。すみません。気のせいかな、僕も少し気分が悪い。確かに空気がよどんでいる。ブタ君は平気なの。俺、強いて言うならば腹が減った。聞いたオイラが悪かった。原因は明らかだ。メリオダスの発する正気、負のエネルギーが刻一刻と強まりつつあるせいだ。彼は何も悪くないわ。ごめんなさい、二人で外の空気に当たってくるわ。心配ですね。お前こそどうなのだ。え、ああ少し咳き込んだだけですよ。この通り私ならまだ戦えます。もう夕方なので微力ですが、お役に立てないこともなくはありませんよ。プチ傲慢。そうか、さあまずはマーリンさんの魔力を元に戻すのが先決です。ところでバンの姿が見えんようだが。ああ、バンなら。バン、あなたに心配ばかりかけてごめんなさい。いいんだ、気にすんな。さっきはだいぶ揺れたけど平気だったか。うん、それよりみんなが無事でよかったわ。いや、犠牲は出ちまった。知ってる。でもグロキシニア様とドロール様は自ら望んでいたの。最後に二人の心の声が聞こえた。バンが気に病むことじゃないのよ。だから、分かってるっつーの、エレイン。もう泣き言は言わねえ。俺は今のてめえにできることだけをやるつもりだ。
メリオダス、私はあなたのそばにずっといるから。ゴーセル、きっと良くなるからね。さて、呪言の玉が見つかって元に戻れたのはいいものの、これからどうする？さっきも話した通り、チャンドラーは桁違いの化け物だよ。まさか本物の夜を連れてくる化け物とはな。チャンドラー相手ではエスカノールも戦えまい。とにかく急いでチャンドラーへの対策を立てよう。でもその前に団長とエリザベスをどこかへ避難させるのは。うん、ヤツがオイラたちに追いつくのにまだ時間がかかるはず。まさか。来るぞ。お帰りなさいませ、メリオダス坊ちゃん。最悪のタイミングで目覚めおって。あの姿は実界統率者メリオダス。違う、てめえは七つの大罪ドラゴン神メリオダスだ。バーン、何もかも覚えてるさ。お前たちは俺の大切な仲間だった。仲間だった？違う、この感じはまるであの時の。チャンドラ、俺をゼルドリスの元へ案内してくれ。坊ちゃん、まさかその女を一緒に。連れて行く、文句は言わせねえ。待て、ネーネーをどうするつもりだ？エリザベスにはもう時間がねえ。だがこの方法ならエリザベスを必ず救える。エリザベスを必ず救える方法？だったらみんなで力を合わせて。悪いがもう俺たちに関わるな。お前たちを殺したくはねえ。オイラたちを殺す？団長、何言ってんだ！本気じゃないよね。エリザベスを必ず救える方法とは何だ？メリオダス、あなた、まさか。この俺自身が魔人王になることだ。俺がずっと気づいていないと思っていたか。俺たちが苦しむ様を盗み見てさぞ楽しかっただろう、魔人を。師匠、ゴーセルにも伝えてくれ。お前らとの日々は悪くなかったぜ。メリオダス、やめて。
私のためにバカな選択をしてはダメ。行くぞチャンドラ。喜んで坊ちゃん。七つの大罪は今日限りで解散する。